みんなこんにちは、はてなくんだよ。ミツバチの一生ってどんなんだろうね。今日も働きバチのミツバチ姉さんにお話聞いてみたよ。こんにちは、私はミツバチの働きバチよ。私たちの一生を知りたいの？ええ、いいわよ、教えてあげる。蜂の巣って六角形に仕切られたたくさんの部屋からできているでしょ。私たちはあの部屋の一つで生まれたの。この六角形の部屋の一つ一つに卵が産みつけられていて、私もそこで卵から帰ったの。卵はバナナみたいな形をしてて、1ミリくらいの大きさかしら。私たちは卵から帰ると働き蜂から餌をもらうの。そして少し大きくなると入り口に蓋がされるの。そうして蓋をされた部屋の中で蜂蜜になって、やがて大人になってこの蓋を食い破って出てくるのよ。しばらくすると早速お仕事を始めるの。まずは巣のお掃除ね。中には大人になれないまま死んでしまった幼虫もいるし、大人になれないまま死んでしまったサナギもいるわ。そうした幼虫やサナギの死体を巣の外に出したり、巣の壊れた部分を直したりするの。それから巣に頭を突っ込んで幼虫に餌をあげたり、サナギになる直前の幼虫の巣に蓋をするのよ。以前私たちがしてもらったようにね。さあ蓋を閉めるわよ。あなたたちも頑張って大人になって出てくるのよ。あと外に出て蜜や花粉を集めてくるミツバチがいるでしょ。そのミツバチから口移しで蜜を受け取って巣に溜め込むのも私たちの仕事。もちろん花粉も溜め込むわよ。そうしてもう少し時間が経つと外に出てのお仕事が始まるの。敵がやってこないだろうか、悪い奴らが巣を荒らしに来ないだろうか、巣の見張りをするの。そしてお姉さんミツバチになった私たちはいよいよ花粉や蜜を集めに外の世界に出ていくの。あちこちのお花を飛び回って蜜や花粉を集めるの。そしてついに死を迎えるの。私たち働き蜂の一生は1ヶ月くらい。でもこの短い一生の間にもいろんなことをして生きているの。そうそう、言い忘れていたけど、働き蜂はみんなメスの蜂なのよ。オスは何をしていると思う？オスは何もしてないわ。何もしないで、ただ巣の中をうろうろしているの。オスは女王蜂と交尾をして、子供を産むためだけに生きているの。でも、交尾をしたオスは、その後すぐに体が固まって死んでしまうし、交尾できなかったオスは、もう餌をもらえなくなって、そのまま死んでしまうの。それもまた、寂しい人生よね。今日のまとめ。働き蜂が初めにするお仕事は巣のお掃除や壊れた巣を直すこと。それから幼虫に餌をやったり、サナギになる直前の幼虫の部屋に蓋をしたり、蜜や花粉を巣に溜め込んだりする。もう少し大きくなると蜜や花粉を集めに行くんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。